はい、どうも、こんばんは、小吉です。今日はですね、小学校の時にね、小吉が遊んでいた悪魔城ドラキュラをね、ちょっとやってみたいと思います。それでは、スタートでございます。よし、始まりましたね。久しぶりですね。キーボードであります。 はい、コントローラーでやってもね、面白くないんで、はい、キーボードで、パソコンなんでね、はい、こちらでやっていきたいと思います。動かしずれちゃあれ次第ですからね。ファミコンからね、プレステまでね、ずっとコントローラーでやってきた小吉ですんで、まあちょっとね、キーボードは慣れないということで、はい、まあちょっとやっていきましょう。なんつっても懐かしいですね。おっ、これやろ。おし、なんとか倒した。なんとか倒したって、最初のやつ。これ、うおっ、ぶねか、痛えやねえか、この野郎。なかなか強いですね。いや、やっぱキーボードでやるの難しいですね。コントローラーだったら楽勝なんですけどね、あんなやつ。強敵に感じますね。いやー、でも、あれなんですかね。ずっとパソコンでゲームやってる人って、やっぱりキーボードで慣れてるから、僕がコントローラーでやるような感じで動かせるんでしょうかね。もう、体が鉛のようだぞ。この野郎、この氷が。氷なんかな、あれ。ようわからんな。猫なんか氷なんか。これをくれよ、お前は。見たか。頭脳戦だぜ。さあ。まあ、この辺はなんとかね、敵もね、単純な攻撃しかしてこないんで、攻撃っつうか、ただ体当たりしてくるだけなんで、まあ、なんとかなってますがね、先が思いやらなくて。まあ、間違えますね、ボタンをね。ボタンというか、キーボードを間違えますね。はい。懐かしいですね、でもね。ここに確か肉があったような気がするのに、ここにこれあったの、これ。肉よくすい。よし。肉をね、取ったらね、体力回復するんですね、このゲームは。肉は大事でございます。で、必ず下に降りますね、このシリーズは一回。よし。あいよ、これ。おっと、待て。おお、危ねえやないか、この野郎。火を吐いてきよ、火を。火ってなんだ。 ファイヤーを吐いてくれ、ファイヤーを、この野郎。 火を吐いてくれたら、半魚人がなんで火を吐くのか全く理解不能ですけどね。半魚人なんかどうかするようがわかりませんけど。まあ。なんとか、今んとこはね、まだ、ちゃんと、おお、壊れたな。何のために壊れたんかようわからん。よし。はい、あれからちょっと進んできましてですね、一面ですね、これ、一面がもうちょっとで、お、ボスですね。あの上にぶら下がっとる、なんかコウモリか。これはね、この斧を使ったら楽勝なんですよ。ただキーボードなんでね、当てづらいですね。ふっ、この野郎。これをくれい。ふっ。うわ、難しいですね。この野郎。あはっ。やりやっとる、この野郎。コウモリなんかな、これ。コウモリっぽいけど、顔しかないな、あいつ。この野郎。顔面コウモリが。よっしゃ。やっとぜ。あれ？あ、これ取るんか。忘れてますね。あれ、これを取ったらいいらしいですね。はい。さあ、次のステージ。2面ですかね。はっきりと覚えてはないですね、全然。久しぶりです。小学校ですからね。画面もこんな感じですよ。これが、当時の最新のね、発売日に買ったような気がしますね、これね。なんか。ああ、行ってみましょう。よしよし。なんとか今のところ順調に行ってますね、2面もね。はい。こういう動く床嫌いですね。コントローラーの時でさえ嫌いだったのに、キーボードでやったらなおさら嫌いです。この、あいった、間違えたボタン。攻撃とね、ジャンプをね、間違えるんですよね。やっぱりコントローラーにしようかな。これ、上で、投げにくいな、これ。このやろ。よし。まあ。今んとこは順調でございます、2面もね。おっと、こういうのやばいよ、こういうのやばいよ。こうなってきたらやばいよ。おっ、危ない。この顔が、なんで顔が飛んでくるんかよ、わからん。てえ、このや、なかなかええ角度つけとるやないか。いったー。痛いですね。よし。まあ、あんまり道中のね、つまらんとこ見せてもしょうがないんで、はしょっていきます、はしょって。どうでもいいとこは。よし。
なんとかここまで きつい。顔が、この顔がめんどくさいですね。な、えい、くそ、あんどやろ、このくそ顔が、顔ってなんなんかな。なかなかね、顔がね、このゲームはね、顔が飛んでくるのが強いですね。なんやこれ。あ、なんか使った。あ、これアイテムですね。よしよし。あ、時間が止まるんですね。あの上に時計みたいなやつがありますよね。あれのアイテムを使った時間が止まるんですよね。めっちゃ強いな。何をしよるよ、俺。お、いけ。あ、いった！なんや！プレス機に挟まる。あ、時計がなくなった。お、肉があったよ、オッケー。万端の時に肉あってもしょうがないです。もう一撃で死ぬんかい。このプレス機に挟まれますからね。これあれだな、しゃがまんといけない。こうか。オッケー。よし。なんとかなんとか、いいですね。今んとこ順調でございます。お、なんかお化けが来た。これやる！カエルみたいの？カエルのお化けですね、あれは。絶対違いますね。俺は、なんかカエルにしか見えないんですけど、あれ。ま、顔を殴りまくってですね、行ってみたいと思いますよ。この、俺、どう見てもこれカエル、カエル？カエルにしか見えないよ、俺は。あれやね。皆さんどういう風に見えるんでしょうかね。俺らもカエルの幽霊にしか見えないですね。カエルの幽霊って何なんですか。どんな怨念があるんですかね、カエルの幽霊。この顔がめちゃくちゃ強いんですよね。よしよし。さーてやってまいりました。ボスですね。顔ですね。顔のボスですね。どうでも、どうでもいい。いったー。どうでもいいけど、顔率が高いですね。俺の敵は全部顔やな。いった。これもゴリ押しでしょうか。殴って殴って殴りまくって、テクニックもクソもないですよ。体力に任せて殴りまくって、運が良かったら勝つ。オッケー。やっちゃいましたね。顔思いでやったぜ、俺やろ。舐めるなよ、昔のゲーマー。よし。3面ですね。なんとかここまで来れたか。3面、え？1面、2面、いや、2面くらいですが、次は3面ですかね。さて、行ってみましょうか。さあさあ、行きますぜ。このカエルが、お、なんやこの猿。お、なかなかいい動きする猿ですね。お、おー、マジか。緩急をつけてきやがったな、あの野郎。ちょっと待って。でい、くそ。お前の動きは見切った。見切ってねえし。で、すげえですね、あいつ。殴るだけ殴ってどっか行きやがったの。ほら、骨はどっちことないんだよ。さあさあ。難しいですね。昔のゲームはね、やっぱこう、なんていうんですかね、容赦がないですね。ヒントもないし、容赦もない。いかに殺してやろうか。よし。こういうね、こういうとこ嫌いやな。危ないですね。危ない。止まり方しやがるよ。よし。なんとか。まあ、キーボード難しいですね。慣れませんね。アクションはちょっと本当に厳しいですね、キーボードは。あー、危ない。いった、骨が入った。おい。こら。あの野郎、許そう。まあ、なんとかですね、さっきのとこは、クリアしましたね。さあさあ、どんどん先に進んでみたいと思うんですけど、まあこの顔いってーし、このクソ顔がなんで顔面しか出てこんのや、このゲームは。おーし、骨か。お前の動きは見切った。オッケー。わっ、あー、顔やばい。もうあと1回食らったら死にますね。なんか何か肉危ない。あ、よう泳げた。危ねえ。ええ動きしやがるわ、あいつがね。なかなか、なんかアイテムよこせや。なんか出てこんのか。くそ、この野郎。時計はいらんな。よし、ミケルとかも行け。この痛えし。痛えよ。母ちゃん、この野郎は時間を止めたらいいじゃろ。こうやって、おら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 、この子は顔が開いた。なかなかええパンチ持ってる。お前はなかなかのやつだ。よし、来い。あいた。ちょっと、ちょっと、いってーし、俺の、危ない。この顔が、おい、しばきあげるぞ。よし。なんとか、やばいね。こんなんじゃ、これ、ボス行ったら殺されますね。よし。
まだかボスは。俺は疲れたぜ。おら、あ、緩急つけやがる。ほんでやろ。すごい止まり方しや。やばいやばい、ファイヤー。おし、これは取ったら無敵ですからね。今大丈夫ですよ。こういう時は大丈夫だ。食らわんの。このカラスが。お前下はすごい。あぶやぶやぶやぶ、いった。めっちゃ強いじゃないか、これやろ。なんとかね、今の試練を乗り越えてね、これボスですかね、ボスっぽいとこまで来ましたね。実はね、小学生の頃はね、ここまで来れなかったっていう。なんで大人って、こら、何お前は。今から、初対決ですね。来い、来いっつって、お、ちょっと待て、ちょっと待てよ、いったー、ちょっと待て、おい、おい、せこいぞ、お前ら、ちょっと待て、あ、いったー、ボコボコやで。ちょっと待ったらんかい、この野郎。もう一回やるじゃねえか。戦うじゃねえか、この野郎。二人がかりでボコボコにしやがって。こっからかよ、飛ばしましょう。さあ、最初から俺は再び前戻ってきましょう、ここまで。手間かけさせやがって。今度は、ちょっとだけ体力あるぜ。やってこい、この野郎。ちょっと待て、うっ、ちょっと、あ、いったー、あん、あん、あん、強い。おっ、この野郎、強いやねんか、マジで。ちょっと待ってるんかい、俺は諦める。こーっしゃ、やばいね、もう今回体力少ない。もう、ああ、これは負け戦だ。どうよし、まず片方からやっつけろ、片方から。この野郎、いった、あ、やばい。あ、これいいんじゃないか、これはいいんじゃないか、ひょっとしたら。よし、よしよし、あ、いたいたいた、あ、一人やっつけた、一人やっつけた、あと一個。この野郎、このやばい、なんでその包帯は。あ、いったやー、この。惜しいですね、体力がね、あったら勝てますね。今の戦法いいですね。右に行って殺す、右にわざと食らって殺して、今度は戦ってみましょう。よしよし、右作戦ですね。とりあえず、まあ今回も少ないな、体力が。おい、まずはこいつの右作戦、どけ。まずあっち行けお前。あれあれあれ、よし、この形がいいな。よしよし、やばい。でももうあと一回食らったら死んでしまう、この野郎。おっ、やっ、ああ、嘘やろ。相打ちだったら俺の負けなんかい。くそ、ちょっと待ってるけい。おい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 、お前らちょっとええ加減せよ、ほんとに。ちょっと、お、今回体力多いですね。これは勝てるでしょ。お前らちょっとほんと、なめんなよ。おー、この野郎。よし、これでわざとこう食らって、あとはこっちから、もう、殴る、ことや。おっしゃ、勝った、ざまうろ。おざるろ、一生ビールやっとけや、こら。一生ミイラやっとくってどういうことなんだ。ずっとやっとったらでしょうけどね、あいつは。よしよしよし、なんとか攻略法を得ましたね。右に行って、あえて食らって殴りまくるっていうですね。攻略もクソもないです。おお、なんで落ちたんや。4面ですか、これ。はい。よし、ちょっと行ってみましょうか。これはね、こういうステージ嫌いですね。あの骸骨、なんで、かっこつけとるな、なんか、膝に肘を乗っけてますね、あれ。そういう風に見えるんですけどね。あの骸骨腹立つっすね。おい、今日もやってるって感じですね。腹立つ骸骨やで、ほんま。この骸骨はあれに見えませんか？膝に肘を乗っけて、俺を見えるような気がするんですけどね。この野郎。あ、これかがんだ方がいいから。おいしょしょしょ。おい、やめろ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 、いったー、痛い。ちょっと待ったらいいんかい、もうちょっと行きましょう。せっかくここまで来たね、もうちょっとやってみましょう。この野郎。この骸骨腹立つな。おい、今日空いてるかいっつって。空いてるお前、今日は店じまいです。よし。これ落ちる、あー、うわ、うそー、うそー、いったー。いやいや、強いですね。これね、地形が強いですね。これね、まあ、こうなってきたらやっぱちょっと長期的キーボードでは厳しいですよ。今ちょっと骸骨を殴りましたけどね。お前、腹立つぜ、これやろう。これ、どうすっかなぁ。
危ない危ない、顔が、顔じゃない、あいつは半魚人だ、やばいぞ。よし、よし、動かしづらい、相変わらずこう、こういうテクニックがいるようになってきたら途端にキーボードは難しい。あー、ちょちょちょ、ブレッツこ、ちょっと待てよ待てよ待てよ、落ち着けよ、落ち着くんだ小吉、落ち着け。あの骸骨に俺は揺さ、いってえなよこの野郎、あの骸骨の横着詐欺に俺はいはん。あのコーンめっちゃ強えな。いやもうあんなとこであんなコウモリ置くかね、この野郎。まああれコウモリなんだろうね、多分ね、コウモリよねこれ。うわあ、ジャンプと攻撃間違えました。いやもうエースは本日はここまでで、またやっていきたいと思います。ありがとうございました。悪魔城ドラキュラ小吉でした。ありがとうございます。